フリーランスの岩上です。よろしくお願いします。ハワイで現地での記者会見に私も含め参加することもできなかったフリーランスであるいはネットメディアがございます。特にネットメディアはダイレクトに国民に岡田外相のですねお考えを伝えることができますので、重ねての質問にもしかしてなってしまうのかもしれませんが、今回のクリントン長官との会談でどのようなことをお話になられ、そして、どのようなことが決まったのか、そういったことについて包括的なんですけれども、お話し願えないでしょうか。はい。クリントン長官との日米外相会談は全体で、60分の提出が80分、そのうち30分が日米両国に関すること、残りの50分がよりグローバルな課題についての意見交換ということになりました。最初の30分日米両国関係についての話でありますが、テーマとしては2つ、1つはテーマの季節の問題、自覚には10分のあるなと思います。そして、中心になったのが先ほどから話に出ております、これから日米安保改定50年を機にですね、1年ほどかけて、もう一度日米同盟について、きちんと議論すると、より深めるための議論をするということについて具体的に議論をスタートさせました。とりあえずは19日が記念すべき1月19日ですねということになりますので、そこで、日米の外相防衛大臣に2+2で文書を出すということも最終的に確認をしたことであります。その他それぞれ首脳が声明を出す予定になっております。そしてその中で議論されたことは、まず安全保障環境をアジア太平洋、そのことについて、共通の認識を持とうと、そこから議論をスタートさせた方がいいんじゃないかということになりました。2+2で、大臣が集まるのは今年の前半のどこかで集まろうと、その前にまず事務レベルで、議論をスタートさせようと、こういうことになったところでございます。事実上その議論をスタートするというふうに考えいただいていいかと思います。私はこの会議で、強調させていただいたことの一つは、やはり日米同盟というのは日本自身の平和のためにこれは重要であると、同時にアジア太平洋地域の平和と安定のためにも重要だと、日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定、その2つの目的が日米同盟があるということを強調させていただきました。グローバルの課題についてはですね、まずはアフガニスタン支援の問題、これはクリントン長官の方から言われました。この事務局に対する心からの感謝、そして協力してですね、アフガニスタンの民生支援をしっかりやっていこうということを確認いたしました。イランの核の問題、それからミャンマーの民主化、選挙が行われますので、私は、ミャンマーの問題、それから北朝鮮の問題、北朝鮮については、私からニューヨークでお会いしたときに、クリントン長官からなしの問題について、アメリカ側から言及していただいたことに感謝を申し上げたところですね、クリントン長官は、私家族の皆さんと日本でお会いしたときの、その時の印象というのを語ってくれました。非常に印象に残ったということがよく分かりました。そして、あとは気候変動、核の不拡散、核軍縮、それから日本のエコ補助金ですね、自動車についてもクリントン長官から言及がありました。そういった問題について50分間お互い意見交換しましたが、ほぼ考えている点は共通だし、これは昨日の日独外相会談もそうなんですが、
まあ、方向性はかなり揃っておりますので、まずはですね、いかにお互いとしながらやっていくかということだと思います。非常に有益な、まあ、9月から3回目の会談でしたけれども、非常に有益な中身のある議論だったというふうに思っています。関連してよろしいでしょうか。関連してよろしいでしょうか。すみません、立て続けて申し訳ありませんが、関連してちょっとお聞かせください。外相が訪米される直前なんですけれども、11日にですね、12日は会談の直前ですが、リード長官がカリフォルニア州の空軍基地で、記者会見を現地の記者に対して行った。でそこでですね、今度の岡田外相との会談に臨むにあたって、一つの問題よりも重要な同盟があるという表現を使って、話したということが AFP 連で伝えられ、それを産経新聞が報じておりました。でこの言葉はですね、7日のニューヨークタイムズに載ったジョセフ・ナイの論文、An Alliance is Larger Than One Issue という言葉をそっくりそのまま扱ったもので、この論文の中は、今のアメリカはずっと強硬姿勢普天間に対して取ってきたけれども、これを見直すべきで、このために日米関係、日米同盟という大きな同盟関係を損なうことがあってはならないという、非常に大きなアメリカの外交姿勢を転換させるサインを表すような、論文で、その言葉を全く同じ言葉を、クリントン長官が直前に使っているという報道があったものですから、この会談でですね、ちょっとそれを踏まえてで、この実際の会談で、そうした長官のですね、柔軟化というか軟化というもの姿勢というものは見られたんでしょうか。普天間の問題はそれぞれが自らの考え方、それは外交部と続いて今まで何度か確認されているところですけれども、それを述べ合ったということです。アメリカ側は現行の案が最善のものであるということを繰り返したわけですし、我々としては5月までという、期限を切って、今政府与党の中で、検討するために組織を作り、より良い場所はないかということを検討していると。しかしそれは5月までには決定の進歩だと、合わせて並行して、関係影響調査、これは現行案に基づく関係影響調査は引き続きやっていくと、こういうことを説明を、今の説明を内緒にですけども繰り返し行ったところであります。お互いもそういう意見を述べ合って、いうわけで、お互いの考え方というものは分かった上で、学んでいく習慣というのが行われたということであります。アメリカが態度が変わったかということですが、私はそういうふうには思っておりません。つまり問題は続き、非常に5月までということで、今の深刻さがありますけれども、5月までに進むことになっていることは大前提になっているというふうに思います。そして普天間の問題だけではないと、同盟というのはもっとより広い深いものであるということは、以前からアメリカがそういう考え方だと私認識しておりますので、だからこそ忍耐強く、いろんな議論の中でですね、今まで、アメリカ側がやってこられたわけですから、そういう意味で今回何か態度が変わったということではなくて、従来から、そういう基本的なであるというふうに私は思います。シンガポールの時も非常にグローバルな問題の議論をしたわけで、そういうことは何でも強調するんですが、日本ではなかなかそういうことが分からない、